はい、マスト、ラバンの絆を見せろ、一心伝心ゲーム。シンデレラ。アリエル。アリエルじゃないの？え？
らい必死に出たのこれしかなかった佐々木アンリをイメージしたポーズこれ、これは皆さんジェスチャージェスチャーもあります。今回の有心伝心ゲームだけど俺はもう一択よ。そんなあーもう俺来ました。わかりました。俺はもうわかりました。俺はもうわかりました。じゃあみんなポーズいけますか。いきますよ、いきますよ、せーの。これですよ、佐々木アンリといえば気まずい気まずいしてましたよね。してますしてます。一昔前あ、すいませんじゃあ、すいませんじゃあ、みんなにやってた。だからみんなわかるかなって思った。確かに言われたらそれやもう。これ絶対これだと思って。あ、そうなの。これこれだったら、あ、いや、めっちゃそれがある。あんまり見て思ったよ。確かにやりますね。これめっちゃ納得。こっち向いてるイメージしかなくて、あー、確かに確かに。で、なんかいつも僕たち個人のインスタグラムでストーリーがアンリちゃんのが上がるたんびになんかこうやってるイメージが確かに確かに。アルマ俺90度ピース。あーちょっと迷った。これね、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 ずっとこれ特技って言っとうやな。だからみんなこれ来てくれるよ。よぎったわ、よぎったわ。なで始まる絶対必要なものといえば大切なもの。はいはい、やったご褒美ゲットです。ありがとう。ちょっとねえねえ全然出てこない。ありがとう。一番熱いんじゃん。これは揃う。絶対揃う。揃わなかったら嫌だ。さあ、一心伝心してきたよ。あー来た来た。俺ら一心伝心してきたよ。なるじゃない。オッケーオッケーオッケー。あれば、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 あれば。ごめん、みんな。じゃあ、やるのかな。仲間。うわぁ仲間。アルマは、アルマは、アルマは、アルマは何納豆。もうダメだ、もうダメ、もうやめて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 、もうやさっき一番目から食べ物なのか。ほんとだよ、ずっと。ごめんごめん。熱い傷を見せてご褒美もらえると思ったのかな、綺麗に。この5人の中でしっかり者といえば、え、むずい。あ、だけどこれちょあー、いや、メンツ的に俺かも。じゃあみんな一斉にせーの。おれーこうえ、おれーこうえでしょ。こうえ絶対にこうえ。これはなんか一応最年長だから。そうよね、そこよね。なんかちょっと合わせた方がいいのかなってじゃないと後でさ、詰められるからさ。普通詰めないよ。なんかちょっとイーチハルマはちょっと負けばえ、意外にしっかりしてない。いや、まあまあまあ、しっかりしてる時もあります。しっかりしてる時も最年長なんでね。そうそう、最年長ってのもあるし。でも正直マジで合わせに行くならジムを受けたいんだ。いや、確かに確かに。いや、でもそれで言ってもさ、佐々木言ってもそう、俺佐々木アンリかな。ルーちゃんかな。アンリちゃんが受けて、どうやって受けないかな。じゃあ、そのしっかりしてるっていう言い方で言われると、まあ、こっちかな。じゃあ、そうか、絶対に嫌だ。もっと嫌だ、絶対に嫌だ。もっと嫌だ。友達と待ち合わせ何時間まで待てる。時間ですか。時間か。いやー、これ価値観。これはい、15分。30分。いや、16分。30分。40分。これはやっぱ価値観ですね。価値観なんか微妙。でも俺言うて永遠に待てる。ねー、これ大丈夫。これ一心伝心ちょっと危ういけど、あれなんか同じ感じの人もおりちゃうけどね。あれ40分。いや違う、連絡つかない。絶対待てないでしょ。言うて待たされたことあるもん。じゃあ
俺も合わせに行って45だった。合わせに行って俺30分だった。あ、じゃあアムと会って。うん、そうです。アムね。いや、俺は合わせに行ってない。あ、もう普通。もう30分で帰る。俺は。帰る。帰る。でも俺待ち合わせだったらゆっくりかも。待ち合わせだったら俺マジで15分前だ。ああ、確かにあれも早いイメージ。俺もちょい早かった。アムも早いわ。うん、いいじゃん。私ギリギリ。ギリギリ。まあ、いいじゃん、そうだわ。1分前だね。ですかね。めちゃわ。なんか仕事とかだったら結構早めに入れするけど、遊びだったらギリギリかもしれない。てかギリギリっていうかギリギリ5分遅れぐらい。ギリギリちゃうよそれ。アウト。他に、女子メンバーは誰かがめっちゃ早いとかない？アンリいないよ。つなぎアンリ早そうだ。矢島やと藤崎美優は絶対にギリギリ。絶対ギリギリ。そう、全部ギリギリ。本当にそれかちょっと遅れるかぐらいか。一心は遅れる。一心は結構遅れるよ。一心めちゃくちゃ遅れてくるので遅れるよ。一心遅れる、一心遅れる。いやだから俺一心と待ち合わせするとちょうどいい。あ、確かにね。どっちも遅れてきて。確かに確かに。はいはいはい。ケンシロウ。おいおいおい。ダメダメダメ。危ない。危ない。危ない。合わせに行こう。一心伝心ゲーム。君といえばこれだろ。これしかいねえだろ。いやこれ国によるよねやっぱり。日本といえばあれだしとかさなっちゃうよ。なるほどね。それも合わせに行って行かないと。タイプーダル。タイプーダル。芝居犬。芝居犬。合わせに行ってよ。行ってこれだよ。This is Japan。だって二人飼ってるんでここ。そうだよ。芝居犬。俺トイプードル飼ってるもん。そうやったな。俺トイプードル。何飼ってるんだっけ。ごめんなさい。じゃあなんでトイプードル。トイプードルじゃない。でしょ。なんで。なんで。で芝居犬。確かに。は。日本犬じゃん。日本だから。おい、俺ら日本で名乗るような規模じゃねえぞ。それこそこれやっぱそこで怖い。いや、誰だって、会うからさ、ここは日本ということを考えてる。そうです。俺合わせに行こうと思ったら日本といえばあれだし、日本といえばあれだしだけどさ、じゃあこっちで合わせてくれるんだと思ったら優しいとか思ってさ、じゃあ芝居ねやと思ってルンルンで書いたらさ、トイプードル。それだけで面白いけど、でも俺らならそうだよな。うちのメンバーだったらちょっと違うじゃん。ここ二人カットとか。そうだ。俺トイプードル。東島屋のトイプードル。うわ、トイプードル。あ、ミュンチもトイプードル。あ、じゃあ俺だね。いやー、でもちょっとね、違う、みんな忘れてるけど、ぼちぼちある、ちゃんと揃わないから。ほんとだよ。何問だったか、それあるんだっけ。3問揃わないといけない。あと1問揃わないといけない。あと1問だね。あと1問に行くまでにも1,2,3,4,5,6 問かかる。長いって。過剰本能のポーズ。うわどう。いや俺これ、いや1択1択1択、うん、1択。俺も2個ある。そう。え、2個目どこ。あ、じゃあそうやって言ってみんな回しちゃう。あ、そうだね。じゃあみんな、いけますか。はい、いけますか。ラストですよ。はい、かかってますよ。はい、いきますよ。せーの。おっと、どっと、どっと。やったー。やったー。これは、やったー。やったー。これはすごい。ご褒美は高級アイス詰め合わせセット。ということで、僕たちこの5人で一心伝心ゲームをやっていったんですけど、はい、楽しかったですか。楽しかったです。楽しかった。はい、あと1やってどうだった。すっごいね、楽しかったけど、なんかね、もううわーって最初からもう前半でぶっ飛びすぎて、もう後半うわーってなっちゃった。なってた。以上、一心伝心ゲームでした。え、ちなみに、今ここにあんりちゃんが控えてるんですけど、はい、ちょっとあんりちゃん、なから始まる絶対必要なものって何。なから始まる。な、うん、なから始まる。大切なもの。自分それ。あんまり。確かに、確かに。大事ではあるわ。
やめてやめてやめて。いるか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 。もう自転車ルンルン。めっちゃむずい。